それではエクササイズの2を弾いてみたいと思います。ここでは、まあ、フレーズとして、弾いていますので、曲のテンポも上がっています。ですのでそのテンポに合わせて、このビブラートのかけ方を変えるという感じでやってみたいと思います。また、できる限り最後までビブラートを粘って、途中でこうプチッとこう切れないように、左手でコントロールをしてみてください。それでは弾いてみます。